静かにしてください。もう始めてか。静かにしてください。ただいまより2017年度高校3年生Sコースによるプレゼンテーション大会を実施します。司会を務めるのは3年6組の有本と倉谷です。よろしくお願いします。まず今日のプレゼンの内容について説明します。現在私たち高3 Sコースは言語技術の授業で自分が読みたい新書を1冊選び、それについてブックレポートを書くという作業をしています。ブックレポートとは自分で選んだ新書をまとめた上で自分の意見や内容への批評を書く課題です。読書感想文のように感想を書くのではなく、内容のまとめ、要約と内容の批評、考察を書きます。今回のプレゼン発表はこの中から内容の批評、考察についてまとめたものを発表します。今日発表してくれるのはそれぞれのクラスから選ばれた6名です。5組、菊岡桃さん、庄水美優さん。6組、木下佳乃さん、山出瑞穂さん。7組、岡本はじめくん、中森玲奈さんの6名です。それではプレゼンテーション大会を開催します。それでは山出さん、よろしくお願いします。3年6組、山出瑞穂です。よろしくお願いします。突然ですが、皆さんは日本人と外国人にインタビューをしたときに両者の違いを感じたことはありませんか？日本人は主語をはっきり言わなかったりだとか、言いにくい語尾は逃す人が多いように感じられます。一方、外国人は主語をはっきり言ったりだとか、理由をつけて論理的に分かりやすく説明する人が多いように感じられます。このような違いは一体どこから生じるのでしょうか？それは教育の違いにあったんです。皆さんがご存知の通り、日本の教育では本文から登場人物の心情を読み取りなさいだとか、穴埋め形式のテストで成績がつけられています。一方、外国、特にドイツでは母語は技術科目として扱われていて、そこでの授業の大半は討論で進められています。そこでの発言がいかに論理的であるかによって成績がつけられるのです。では、日本人も外国人のように論理的に分かりやすく説明するためには一体どうしたらよいのでしょうか？そこで私は池上彰さんの分かりやすさの勉強法という本を紹介します。この本では池上彰さんの報道記者としての経験を生かして分かりやすく説明するための大きな柱が2つ紹介されています。1つ目は分からないことを知るということです。情報の取捨選択ができるぐらい情報を読み込んで、相手にうまく伝わっているか常に謙虚な心で考えるという必要があります。2つ目はフロー情報とストック情報の使い分けです。私たちが普段目にするインターネットやテレビなどからわからない情報を見つけて、ストック情報と呼ばれる本や辞書などで調べるという習慣を身につけることです。そうすることによって話の中心テーマ、つまり話の肝を見つけることができます。
そして相手に伝えるときにはまず自分の言いたいことを頭の中で図式化しましょう。そしてその図をもとに言語化しましょう。そうすることによって相手の頭の中に同じ図を描くことができるんです。私はこの意見を発展させて、私たちが普段言語技術の授業で使用している言語技術のテキストという本に載っているようなテクニックを利用することによって、さらに相手の頭の中に同じ図を描くことができるのではないかと考えました。グローバルな社会に生きる私たちだからこそ、確かな技術を持って意識的にコミュニケーションに取り組む必要があるんです。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。図などを使っていて分かりやすかったですね。次は岡本君、よろしくお願いします。3年7組岡本です。よろしくお願いします。皆さんは人工知能についてどのようなことを知っていますか？人工知能といえば、最近ではプロの現役囲碁棋士に勝利したことで話題になっています。このように人工知能は徐々に人類の知識を上回ってきています。そこで人工知能が社会進出したときに経済にどのような影響を与えるのかということについて調べることにしました。まずは人工知能の進出によってなくなる可能性がある仕事です。なくなる可能性がある仕事については、小売店販売員、会計士、セールスマン、一般秘書、カウンター接客係、レディ切符販売などが例として挙げられます。一方、なくならない仕事の例としては、弁護士、保育士、セラピスト、カウンセラー、旅館の女将、作家、詩人などが挙げられます。次に、なくなる仕事となくならない仕事の特徴について調べました。なくなる仕事の特徴は、単純作業や計算、データ分析、統計作業などであるということです。これは人工知能の一度覚えたら忘れないという特性を発揮できるため、これらの仕事はなくなる可能性が高いということになりました。一方、なくならない仕事の特徴は、一瞬のひらめきやユニークな個性が必要とされる創造的な職業であるということです。保育士やセラピストのようにコミュニケーション能力が求められる職業においては、人類の方が優位的に行うことができると考えられています。その理由は、コミュニケーション能力が数値化することができないため、人工知能の一度覚えると忘れないという特性を生かすことができないからです。また、医療分野のような常に進化を続ける職業においても、人類の方が優位に行うことができると考えられています。では、皆さんの中で自分が将来なりたい職業がなくなってしまうのではないかと不安に思われている方もいるのではないでしょうか。そこで、なくなる職業に怯える必要はないのかということについて考えました。結論としては、なくなる職業に怯える必要はありません。その理由は、人工知能が社会進出するにつれて、なくなる職業の代わりとなる新しい職業が生まれると考えられているからです。そして、人類は今後、人工知能をパソコンやコンピュータ、スマートフォンなどのように仕事を効率よく行うためのツールとして、いかにうまく扱っていくことができるかが今後の課題となっているのではないでしょうか。人類と人工知能は共存していくべきなのです。これで
プレゼンを終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。うまく AI を使った社会にしていきたいですね。次は木下佳乃さん、よろしくお願いします。これから3年6組木下佳乃の発表を始めます。よろしくお願いします。皆さん、お出かけしたりする際にこのようなことで困ったことはありませんか？着ていく服がない。私はこのようなことで結構困ったことがあります。皆さんはどうですか？人間はなぜ着ていく服がないということに悩まされるのでしょうか？原因を挙げていきます。原因は主に3つあって、1つ目は同じ服で一度会ったことがある人に会うのが嫌だ。2つ目は流行を気にしすぎて服が無駄に増えていってしまう。3つ目はコーディネートや着回しが下手。このような理由で皆さんはファッションを諦めがちではないでしょうか？私はこのテーマを掘り下げていて、ある一冊の本に出会いました。それはフランス人は10着しか服を持たない。果たしてこのタイトルの通り、本当にフランス人は10着しか服を持たないのでしょうか？実は本当にそうなんです。フランス人はクローゼットに約10着しか服を入れていなくて、その少ない服の中で着回しをするので、着回し上手だと言われています。ですがおしゃれなんです。私はこの本から得たのは、フランス人は着ていく服がないなど言って時間を無駄にせず、なおかつ少ない服で着回しをするので、お金と時間の節約をできるということが分かりました。私たちは着ていく服がないとか言って時間を無駄にしたり、無駄な服を買ってしまったりして、お金を消費してしまってはいないでしょうか？それを解決するために、まず他人から自分がどう見られているかを意識するのをやめましょう。そして本当に自分の着たい服というのを見つけましょう。フランス人は他人からどう見られているかを気にして、これを着る、あれを着るを決めるのではなく、何より自分が一番着たい服を見つけてファッションを楽しんでいます。だから私たちもフランス人のように自分らしさを優先してファッションをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか？これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。ごめんなさい、温泉行っちゃった。ありがとうございました。フランス人のようにうまく着回せるようになりたいですね。次は中森玲奈さん、よろしくお願いします。これから3年7組中森の発表を始めます。よろしくお願いします。まず皆さんは温泉を利用したりしますか？私はとても温泉が好きでよく利用します。まず温泉と聞いて何を思い浮かべますか？大体の人は癒しだとか露天風呂、おじいちゃんおばあちゃんの熟年層が入るもの、そして宴会などの旅行目的と思い浮かべると思います。しかし最近ではおじいちゃんおばあちゃんの熟年層だけではなく、私たち若者や女性への人気が集めています。そして癒しや旅行目的だけでなく、温泉の効能目的で利用する人が増えています。なので次は温泉の効能について見ていきたいと思います。まず温泉の効能には、
大きく分けて5つあります。1つ目はストレス解消、2つ目はリフレッシュ効果、3つ目は体力を高めること、4つ目は病気治療能力、そして最後の5つ目は私たちや女性にとって一番嬉しいお肌をきれいにするという能力があります。この4つ目の病気治療能力というのは、糖尿病や神経痛、冷え症など現代における成人病を治してくれる能力のことです。この中で私が一番気になったのは、やはりお肌をきれいにするということだったので、このことについて説明していきたいと思います。まず温泉に入ると本当に美肌になるのでしょうか。そこで私はお肌にいい美肌になるという温泉を調べてみました。まずお肌によく効く温泉はこの3つがあります。1つ目は硫黄泉、2つ目はナトリウム炭酸水素塩泉、3つ目はガンアルミニウム硫酸塩泉。どれも聞き慣れない名前だと思いますが、硫黄泉をご存知の方は多いのではないでしょうか。この3つの温泉は私たちにとってもいいことをしてくれます。それは何だと思いますか。それは私たち思春期にとっての悩みであるニキビや乾燥肌、肌荒れなどの症状によく効き、とても治してくれることです。奈良県で言えば五条にある金剛の湯という温泉がとてもいいそうです。そこは日本三大美人の湯の一つである島根県の金城温泉というところとほぼ成分が一緒だからです。近年では温泉に対する認識がこれまでと変わってきており、温泉医学といった医学的にも注目されています。このことは実際にお医者さんも実証されています。皆さんもぜひ効能などを調べて足を運んでみてはいかがでしょうか。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。温泉にはたくさんの効果があったのですね。次は菊岡桃さん、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。今まで4名の発表を聞いてどう感じましたか。私はとても素晴らしいと思いました。では今から約3分間私の発表にお付き合いください。3年5組菊岡桃の発表を始めさせていただきます。皆さんは薬を飲むとき、その危険な面にも目を向けたことがありますか。私は以前お腹が痛くなったときに薬を飲んで余計に症状を悪化させてしまったことがありました。そのときに本当に薬は安全な面だけなのかという疑問を持ち調べてみることにしました。まず日本では薬に対する警戒心が薄いと言われています。医師が大量に薬を処方すること、医療費が安いことなどから薬に対する警戒心が薄く依存しがちになっていると言われています。一方アメリカでは医療費が高いことも原因の一つと考えられますが、一錠処方というものが基本的に行われています。一錠処方とは1回の診察で一錠のみの薬を処方するというものです。そのため副作用に苦しむリスクは低いと言えます。ではもし皆さんが病院に行って一種類のみの薬を処方されるとどう思うでしょうか。こんなにしんどい思いをしているのにあの医者は一種類しか薬をくれなかったと思うでしょう。しかし医療もサービス業の一つです。患者さんを診察しお金をもらって初めて成り立つビジネスだということを忘れないでください。そして誰でも簡単にドラッグストアなどで購入することのできる市販薬にもその怖さは潜んでいます。目のかすみやふらつきなど症状の軽いものからアナフィラキシーショックや高熱など
頂上の重いものまで様々なものがあります。 CM などの飲めば速攻などという歌い文句に乗せられて、その怖さを顧みることなく簡単に手を出している人もいるのではないでしょうか。薬は病気を治すものではありません。自然治癒力という体の中に備わっている自ら病気を治そうとする力をサポートするためのものです。薬を乱用してしまうとその力が弱まり、自ら治そうとしてくれなくなります。なのでよって軽かったはずの症状を重症化させてしまうこともあるのです。薬は物刃の剣です。症状を軽減させたり治りを早くするいい面もありますが、使い方を間違ってしまうと悪化させてしまったり副作用に苦しむことになります。メリット、デメリットを十分に理解し、正しい薬の使用方法を心がけてください。ご清聴ありがとうございました。ギルでそう。ありがとうございました。私たちも薬とうまく付き合っていきましょう。最後に庄瀬美優さん、よろしくお願いします。ここですか。3年学民庄瀬美優です。よろしくお願いします。突然ですが、皆さん昨日は何時頃晩御飯を食べましたか？ありがとうございます。私は7時頃食べました。このように現代では学校や仕事、生活習慣などによって食事をとる時間は人によってバラバラです。その中で間食は人間にとってどのような影響があるのかについて調べました。皆さんは間食をとるとき、ちょっとした罪悪感などはありますか？特にダイエットしている人はそう感じている人もいると思います。アイスクリームやポテトチップス、クッキーなど比較的カロリーの高いものは肥満になる、生活習慣病になるということから、体に悪いというイメージを持っている人もいると思います。しかし食べるものや時間帯によってはリフレッシュしたり疲労回復、リラックス効果などがあります。その中でも間食に向いている食べ物は栄養価の高いピーナッツやアーモンド類、食物繊維たっぷりのさつまいも、そしてなんと驚くべきことにチョコレートも間食に向いているのです。チョコレートのカカオ成分は脂肪を分解する働きがあります。しかし選ぶときは糖質が少なく加工成分が高いものに限ります。もしお腹が空いているのに我慢ばかりしていると、次の食事のときにドカ食いを起こしてしまったり、脂肪をよりよく吸収してしまうので逆効果になります。以上のことから、間食をとるときはカロリーより糖質の量に気をつけることが大切です。そして間食をとる時間も肝心になってきます。よく3時のおやつという言葉を耳にしますよね。これは B01 という B01 という身体の体内時計を司る時計遺伝子として発見されたタンパク質が関係しています。これは朝になったら起床し、夜になったら就寝するという生活リズムを整える働きがあります。しかしこの B01 には脂肪をため込む働きもあるので、この B01 が活性化している時間帯に食事をとると太りやすくなってしまうということになります。ではこの B01 の量が増える時間はいつ頃なのでしょうか。それは起床後14時間後から20時間後になり、例えば午前6時に起床する人なら
午後8時から午前2時というようになります。なので比較的夜にたくさん食事をとることで太りやすくなるというわけです。もし同じ食事量なら朝やお昼にたくさん食事をとりましょう。以上のことから間食は賢く摂取することで体にさまざまなメリットがあるということが分かりました。皆さんもおいしい間食をお楽しみください。ご清聴ありがとうございました。緊張、めっちゃ喋った。ありがとうございました。間食にもたくさんのメリットがあったのですね。これで全ての発表が終わりました。ただいまより審査を始めます。皆さんしばらくお待ちください。
いいですか？静かにしてください。それでは審査結果の発表です。まず銅賞は3年5組紀行家桃さんです。次に銀賞は3年7組中森玲奈さんです。さて最後に金賞は3年6組木下佳乃さんです。最後に校長先生から講評いただきます。その場で姿勢を正してください。その場で姿勢を正してください。賞状、同賞、3年5組紀行家桃さん、あなたは第4回プレゼンテーション大会において当初の成績を収められました。その栄誉をたたえここに表彰します。2017年11月16日奈良育英高等学校長下辻正人、はい、おめでとうございます。はい、はい、ありがとうございます。賞状、銀賞、3年7組中森玲奈さん、あなたは第4回プレゼンテーション大会において当初の成績を収められました。その栄誉をたたえここに表彰いたします。2017年11月16日奈良育英高等学校長下辻正人、おめでとうございます。これです、はい、はい、あ、まだあんねけど、はい、おめでとうございます。賞状、金賞、3年6組木下佳乃さん、あなたは第4回プレゼンテーション大会において当初の成績を収められました。その栄誉をたたえここに表彰いたします。2017年11月16日奈良育英高等学校長下辻正人、おめでとうございます。金メダルです。はい、はい、トロフィーです。はい、おめでとうございます。発表者の皆さんに盛大な拍手をお願いします。最後に校長先生から講評いただきます。その場で姿勢を正してください。礼。ここに出ましてね、発表ですするだけで全員表彰に値するというふうに思います。なかなかね、短時間にこのようにまとめて発表するということは、なかなかできません。大人でもなかなかできないです。それを3分間で、皆さんの前で発表していただいたと、大変素晴らしいことだったと思います。ただ少し、内容はですね、皆さん大変素晴らしかったというふうに思います。差がついたのは、少し話した時のですね、もうちょっと感情を込めてとか、もっと訴えるようにとかですね、ちょっとその辺の差だけだったように思います。皆さん大変素晴らしかったです。ありがとうございました。姿勢を正して礼。
これで2017年度 高校3年 S コースによるプレゼンテーション大会を終わります。ご清聴ありがとうございました。